チューンド S2000 の速さを測る上で、ライバル車は同じ VTEC シリーズのチューニングカーからチョイスしてみた。まずはそのスタンダードというべきスプーン1800コンプリートシビック、クロスミッション、4ポットキャリパーの装着でポテンシャルはホンダ最速級。そしてもう一台はフェイズのインテアール。重い S2000 が相手と聞いて、今回は4ドアを持ち込むところに余裕がうかがえる。そして扱いやすさを追求したスプーン号もタイヤを交換して当然エントリー。パワーダウンでもノーマルよりは2秒速いよと言っていた市島氏の言葉を実践してくれるのか興味津々。舞台は東コース、グリッドはタイムアタックの逆ポール順。とりあえず S2000 がどんなんだか分かんないけど、これは R ですから、タイプ R の走りを見せましょう。今日はスプーンシビックで、S2000 をやっつけたいと思います。前掛けはかわいそうだね。コーナリングはやっぱり FR の方が早いでしょう。まあアミューズとの対決かな。ウォームアップは結構調子良かったんで、このアミューズさんの車、まあ、基本的にエンジンとかノーマルなんですけど、マフラーと足回りをもうそこそこ走らせて煮詰めてるということで、ちょっと頑張ります。勝負は5ラップスタート。スタートは前2台の FF が辛いかと思ったら、インガーの2台が遅れてる。ではリプレイでチェックだ。ダメだクラッチが。これスタートで中低速番長のスプーンに勝ったオリダーミューズ。この路面で前に出れたってことはとても有利な展開になるはず。スタート失敗だよ。オリダーミューズが早くも仕掛けるか。オドアといえインテアール相手に鋭い突っ込み。S2000 のバランスの良さは天下一品だ。さあ、もうすでに後ろにアルテッツァ。アルテッツァ？確かにヘッドライトの形は似ているけど、それはないでしょ谷口くん。と言っている間にオリダーミューズがインに並びかけたが、この先の 100R は危険と見てひとまず板。でもオリダーを逃がすわけにはいかない。ドリドリはたけしのアウトから行っちゃったのね。あなた前ではオリダーミューズがトップに浮上、後ろではドリドリスプーンが3位にアップ。はい、もう上りはもう考えず歩いてたと。まだやってる。上りの加速で谷口シビックがオリダーミューズに詰め寄る。なんと谷口はスタート直前に路面コンディションを見てタイヤをネオバに変更していた。それが吉と出るか凶と出るか。お、こっちのは下りはいいね。オリダーミューズを追うドリドリは超マジモード。谷口シビックとの距離は縮まっている。曲がるね。離れる。徐々に強まるドリドリのプレッシャーを受けていた谷口は最終コーナーでついにオーバースピード。すかさずドリドリがインを刺す。加速で勝っていてもそれ以上にコーナーで負けちゃう。谷口のネオバ作戦は大失敗。上り切ったら今度は下りのコーナーセクションだ。ええなシビック。さあドリドリが猛反撃。一夜便のブレーキングでまたまた刺した。
ごい滑る。よっしゃー、失礼。頑張れ、プリテック。しつこい谷口をやっとパスしたドリドリ、これで2位へ浮上。一方、たけしはここのブレーキングはもうロックして、ブレーキパッドが戻らない、張り付きを起こした。たけしインテアールはペースを上げられない。バトルは4ラップ目に突入。タイヤのマッチングがズバリ当たったアミューズ、けど気になるのはスプーンとの違い。オリダ、そこんとこどうなの？タイヤがすごくいいのもあるんですけど、このぐらいの路面でも全然怖くないですね。少しオーバー出るんですけど、エンジンはね、やっぱこっちはこうフラットに回ってノーマルの回り方で、スプーンのはやっぱこの6000ぐらい近辺のトルクが全然あるんですよ。エンジンはやっぱ負けてるんだけど、足はね、タイヤを含めてすごくこっちはやっぱ走らせてるからもう煮詰まってるなって感じ。了解、ありがとう。あ、ええな、アミューズ。ドリドリのマジモードを持ってしてもアミューズ号との距離は縮まらない。後ろではタケシンテアールと谷口シビックが3位争い。立ち上がりもこの方が早い、なんだろう。だって同じエンジンとミッションで100キロ重いんだから、それはしょうがないよ。さあ、ファイナルラップ。オリドアミューズと土屋スプーンの差はこんな。最高の FR これ。おお、うわスピンか。幸いオリダーに怪我はなかったけど、アミューズさんごめんなさい。うっさ。思わぬアクシデントでトップに立ったのはスプーン S2000。 しかしタイヤのグリップ力に差はあったものの、それを生かす足を決めてきたアミューズには歯が立たなかった。が、ほぼ同じ状況で走らせたノーマルよりもおよそ2秒のタイムアップは確認できたし、扱いやすさをコンセプトにした成果は出ていたと思う。 S2000 結構いいかもしんない。